が大好きな企画、恋愛質問相談ということで、私はですね、今年の4月に彼氏ができまして、今までとまた違った視点で、恋愛質問相談乗れるんじゃないかとか、質問に答えられるんじゃないかということで、久々に恋愛質問相談コーナーをやりたいので、なんかありますかということで、インスタグラムに募集させていただきました。たくさんご応募いただきありがとうございます。で、今日はそちらをピックアップして、質問相談答えていきたいなと思います。でも早くやりたいので、魔王気なしで。レッチンゴー！サーロン！浮気許す？許さない？仏の顔も何度まで？っていうことなんですけど。まあ、許さないですね。なんだけれども、この浮気の定義といいますか。まあ、それ人それぞれだけれども。まあ、2000歩譲って浮気していたとして、もしするんだったら墓場まで持っていけと思いますね。まあ、よく言うじゃないですか。知らなければそれは事実にはならないみたいな。聞かなければそれは事実にならない。もう本当にその通りだなと思うので、もし浮気するんだったら別れる覚悟で。あと、墓場までそれを持っていく覚悟でしてほしいなと思いますね。なんか罪悪感を払拭するために、なんかもうオナニープレイで言ってくる人いるじゃないですか。一緒に浮気しちゃったんだよね。いらないです、そういうのっていう感じで。なんかもしするんだったらもう私に絶対に言わない。バレないようにするっていう話。ですかね。まあ、許しません。はい。はい、次に。彼氏が割り勘派で、私は何も思わないんですけど、友達からはありえないとけなされてしまいます。その友達がありえないかもしれない。なんでけなされないといけないのかわからないんだけど。っていうか、私は、完全に割り勘でいい派で、なんかね、これもめんどくさいな。さ、おごりおごられ問題とかあるじゃないですか。もうめっちゃしょうもないなーってずっと思ってて、うん、男の人たちサイドにつく気も女の人たちサイドにつく気もないんですけど、おごられるの当たり前と思ってる女の人たちサイドにつく気もないし、いや、おごりたくないんだけどって思ってる男の人たちにつく気もないんだけど、ちょっと、これ持論を展開させていただいていい？なんか、おごられるの当たり前と思ってる女性側サイドに思うこともあって、でさ、たまにさ、私たちはデートに行くときに、化粧品も高いのか、かかって、化粧代もかかってるし、時間もかかってるし、ちゃんとメンテナンスとかもしてるんだから、綺麗にしてるんだから、おごって当然でしょっていう意見。あれはマジで本当にお門違いだなと思ってて。え、結局それって自分がやりたくてやってることじゃないですか。わかる？なんか、じゃあ化粧もせずに、何のメンテナンスもせずに行けばいいじゃないですかって話。別に男性側が頼まれてるわけではないじゃないですか。で、それでね、こう言ったら絶対言ってくると思うの。いや、でもちゃんとしておかないと男性の人はぐちぐち言うじゃないですか。でも、ぐちぐち言われたくないからやっている。つまり自分がやりたくてやっていることだと私は思うんですね。だから綺麗にしているからお金を払いなさいという感覚は正直ちょっとよくわからないなってずっと思ってました。で、おごりたくない、おごりたくないという男性側、じゃあおごらなければいいと思うんですけれども、それによって、なんかケチだなとか、なんだなと思われることについて、じゃあとよかく言うのはやめたらいいんじゃないですかって。なんかさ、プライドはあるのに、その男としてのプライドはなんか捨てきれないのに、いや、おごりたくないですみたいな、そのなんか二頭追うもの一頭得ずみたいな状態、それがダサいんじゃないんですかみたいなふうに思ってて、なんかちょっと両方何言ってるか分かんないなっていう。そりゃ、おごってくとかかっこいいに決まってるじゃん。それ当たり前ですよ。スマートにさ、ごちそうしてくれて。いや、僕はちょっと、あなたデート行きたかったし、ご飯に行きたかったから、ちょっと食事をごちそうさせて、みたいな感じ言われたら、かっこいいに見れるに決まってる。かっこいいはかっこいいよ。そりゃね。なんだけどさ、それに対してその、なんか、だから、おごりたくない。そうなってるのおかしいみたいな言う意見もよくわからないし、それはかっこいいに決まってるじゃんか、ごちそうしてもらったら。なんかその、それをかっこいいと思うこちら側の感性まで否定されるとちょっと厳しいかなーって思ってますね、ずっと。はい。だから結局、おごりたくない、おごりたくないって言ってる人たちは、おごらなくていいよっていう女性とご飯行けばいいし、デート行けばいいし、いやいや、おごれ、おごるの当たり前だろうと思ってる人たちは、おごってくれるような人とデートに行けばいいし、もうこれでもう、良くないっていう。なんで どっちかの意見に絶対なんか白黒はっきりつけようとしてるんだろうっていう、ちょっと意味がわからないなってずっと思ってます、正直。これ物議かもすのかな、私の意見。まあでもずっと思ってたことなんで、まあなんて言われると別に構いません。っていう話なんだけれども、私はもう完全にどっちでもいいんですよね。ご馳走してくれたらそりゃ嬉しいし、割り勘で全然いいっていう表現もちょっとあんま使いたくないんだけど、割り勘
でもういいっていうタイプなので、なんかそのけなされる筋合いはないっていうか、てか人の彼氏のことをまずそのなんかけなしたりとかするのがちょっとよくわからない。友達が傷つけられていて、彼氏、その友達の彼氏にね、それでいやあんた彼氏それやばいよってちゃんとしなって、その子のことを大切に思って言ったりするのはいいんだけど、この割り勘とかについてけなしてくる相手、友達がおかしいかなって私は思います。でね、これもちょっと長くなっちゃうけど、なんかその男性の方がお金を持っていないといけないみたいなさ、もうどうしてもあれじゃないですか。でもさ、これってもういろんな問題絡んでくるから一概には言えないけれども、女性は出産があったりとかして、やっぱ一時期にお仕事ができなくなっちゃったりとかするから、そういう時はって話になったりとか、もういろんな問題があるから、あんまりなんかこううわーって言えないんだけれども、別に私はできる方がすればいいんじゃないと思ってる派だから、男性にお金を持って男性は自分よりお金を持っていてほしいとも別に思わないし、私よりお金を持ってる男性のことをとにかく思うこともないし、別にできる方がすればいいじゃないって感じだから、割り勘だろうが私がおごろうがおごられようがどうでもいいかなと思ってますね。はい。ただその結婚とかいう話になってくるとですよ、やっぱり子供を産んだりとか家計がどうなのとかいう話もあるから、そこでお金の話はもうきっちりバッチリベリマッチ卵卵卵通信っていうことになるけれども、別にお付き合いしてる段階で割り勘だろうがおごりおごられだろうがどうでもいいと思う。そういう人たちの価値観だから全然いいと思います。割り勘で彼氏がキャバとかガルバに行くのは許せるって話なんですけど、もうめっちゃ時飛ばこれなんかやるじゃないですか、上司のあれでみたいな、もう正直言ってあれも意味わかんねえなと思ってるんですけど、上司何やってんのって思うっていうか、何の生産性があって上司とキャバとかガルバとか行かないといけないのっていう話ではありますけども、まあそれだったらまあ100歩譲ってもう行っといでってなるけれども、お目当ての子がいて行ってるとかなったら、それはお前そこのお前っていう話になりますよね。そこのお前その喧嘩したいんだっていう話になって、まあ夜通しバトルっていうことにはなるし、私は八代美代さんのホストクラブに行かせていただきます。そのようなことされたら当たり前に、はい、もうユグドラシル本店かバルハラか行かせていただきますね。私もヤシロミオさんの YouTube 全部見てますので、推しのキャストさんもいらっしゃいます。もうほんと右京くんが本当になんかかっこいいなーってね、動画を見て思ってて、人間性が本当にかっこいいなーと思うんですよ。これ大丈夫、右京くんのなんかお姫様たちから、お前ふざけんじゃねえとかならないよね。すいません、お姫様。いや、もうほんと近づく気は、もうとうないですけれども、私も、オールコールさせていただきます、一緒に。今日は素敵な、姫様、ルイ13世いただきました、わっしょいしょい、やらせていただくんですけれども、だからもうそんなことやったら、私も、八代美代行くよっていう話ですよね。お前がやってもいいんだったらいいよ、別に。私はダメでお前はいいみたいなことはないから、存在しないから、私やってほしくないんだったらお前もやるんじゃねえっていう話ですよね。まあでも基本的に行かないでください。はい、まあもうキャバもガルバも、まあ、相手の女の子はプロですから、別に私の彼氏どうこうなんていうことはないと思う。みんなの彼氏どうこうみたいなことはあんまないかもしれないけれども、やめろっていう話ですね。はい。あの時に、キモい。彼氏の B リアルのコメントに女がいて無理。私のこと B リアルに乗ってるのにだけど、もう、聞いてますか？全国のキモ女たち。もう勘弁してください。マジで。喧嘩売ってんのかっていう話ですよね。いるんですよ！彼女がいることを知っておきながら、クソみたいにどうでもいい電話をかけてくる女とか、泊まりの遊びに誘ったりする女とか、いるんですね。いろいろ。やめてー。もうさ、わかった、もう。なんか、ボコボコにしてもいいのかなっていう。まあ法律がなかったらボコボコにしてますからね、そういう女は。でもさ、こういうこと、いやでもね、私いつも思うんですよ。ただそれはね、私も会社のことは大好きだから、やきもち焼いちゃったり嫉妬しちゃったりすることもあるんですけど、私の中で持論があって、もう嫉妬しても仕方がないじ
ゃないですか。はっきり正直言って。で、彼氏のことを信用してるから、彼氏がどうこうすることは絶対にないって思っているんですよね。でも、なんだけど、彼氏を信用してもやっぱりやきもちはするじゃん。もう彼氏からが、からどうこうじゃなくたって、女の子から来ることもあるから、女の子に触られるんじゃないかとか、女の子が色目を掴んでくるのではとか、もうその女が好意を向けていることが無理だから、その彼氏がそっちになびくなびかないのは関係ないのね。やばい女はいるから、自分の彼氏のことは信頼してるけど、彼氏の周りにいる、その、もしかしたらいるかもしれないヤバ女のことを信頼していないから、そういう話になってくるじゃないですか。でもそこでまた言われるかもしれない、でもそのヤバ女に結局彼氏がなびるかもしれないと思ってるから、不安なんじゃない、それって結局彼氏のこと信用してないじゃない、そういうことじゃないですからね。はい、この説明何度もさせないでくださいね。なんかそういう話になってくるんだけれども、そういった時にいつも思うことがあって、なんかでも結局日和が好きだし、日和が一番だなって思わせられるように、私はずっと自分磨きをしないといけないと思うし、いい女でいたいって思うんですね。だからさ、嫉妬したり気持ちしたりして、そういう気持ち伝えることはすごくいいことだと思うし、全然いいと思うんだけど、そういう気持ち焼いちゃうよとか言うのは全然いいと思うんだけども、なんか、でも、その女の子より、普通に考えて日和の方がいいよねって思ってもらえるような女でいる努力を私はし続けないといけないなってずっと思ってる。それは相手に強制されたりとかしてる話じゃないよ。強要されたりするけど、私がそうしたいなっていつも、なんかそのやきもち焼いちゃったり嫉妬しちゃったりすることがあったら思うっていう感じ。その女よりいい女でいればいいんだからって思うようにしてます。よくそういうなんかヨガな BJ にコメントしてくれない、なんかちんぷんかんぷんな女よりひよいてる方が楽しいし、ひよいの方がいい女って思ってくれればいいんだから、嫌だけどね、その女は私がボコボコにしておきます。なんだけど嫌なんだけれども、結局それが一番いいなと私は自分のメンタル的にも思う。だからさ、ちょっとめっちゃ汗かいてる、汚い、地面がヌメヌメになって、なんだこれは汚ねえなぁ。だからもうそういう女はね、相手にしても時間の無駄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 ということなので、まあ、そのコメントにね、彼氏がノリノリ返信とかしてたら本当に NG ですよ。ね、てか BDR の仕組み知らないけど、その彼氏の自撮りの BDR とかに、かっこいいみたいなやつに、俺カンフィーマンのマンションかわいいみたいな感じになってたら、もうボコボコにしないといけないんだけども、その彼氏無視してたり、彼氏の対応、彼氏のことを信じて You believe your boyfriend ということでね、やったらいいんじゃないかなと思います。嫌なんだったら言った方がいいと思うし、そう、もうとにかく話し合って話し合って、目から血が出るまで話し合うことですね、恋愛っていうのは。はい、ひよこちゃん、スイカバー見つけたら教えて。あのトライアルにありますよ、トライアルに。なんかそこら辺のスーパーにあります。あとなんかセブンイレブンにも売ってますね。スイカバー、なんなのこれは。ひよこちゃん、スイカバー見つけたら教えて。近所のダチに聞け、私じゃなくて。どこに住んでるかもしれない、私がここにありますよって行けるんかい。近所ダチに聞かんかい。はい、お次に、ひよこんちゃんは恋人と大きな喧嘩をした時どうやって仲直りしますかっていう話なんですけれども、単刀直入に言うと、私は喧嘩っていうことをしないっていうあれになります。喧嘩にはならないんですね。なんか私はいつも話し合い をするから、なんかそう、めっちゃイライラすることがあったとしても、お前なんとかねとか怒ったことが多分ないと思うんですね。わからない。もしかしたら怒ってるかもしれないけど、怒ったりが、とかをしないので、一旦なんかさ、こうイライラすることがあったりとか、嫌だなと思うことがあっても、持ち帰る。で、自分の中で言葉にできるようになるまで処理するんですよね。で、ちゃんと言葉にできるようになってから相手にそれを伝えるっていう、落ち着いた状態でじゃないと話さない。もう、うわーってなってる時に話すことが絶対にないので、でもその自分の言葉選びにも自信がないし、そういう興奮状態になってる時の自信がないし、ちゃんと相手に伝わるかどうかっていうのも自信がないんですよね。だから、自分でも言葉にできないような感じを相手にぶつけてもさ、相手もはてないやんか。そこでさ、どん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 またイライラしてってことになったら、もう本当に、本末転倒というか、もう二度手間じゃないですか。だから私は喧嘩にはならないっていう、まだしたことがないっていうのが正解。
ちょっと大きな話し合いみたいなことはしたことあるんだけれども、だからそんな話し合いになるっていう、喧嘩ではなく話し合いになるという感じです。毎回こんばんは。最悪なことが起きました。うん、あの今編集も終わってアップロードまで終わっていたんですけど、私前もって質問をピックアップしていたんですよ、スクリーンショットで。でサムネイルを作ろうと思って、サムネイル作るためにその質問を見直してね、サムネイルに何の質問を採用しようかなってパーって見てたら、何十個も答えてない質問があることに気がついて、おかしいなと思ったんですよ、撮影してる時に。なんでこんなピックアップしてる質問少ないんだろう、私としたことが。おかしいおかしいってずっと撮影中に思ってはいたんだけれども、別の場所にあって、そのスクリーンショットのやつが。で今大量に答えてない質問を見つけたので、そちらに答えていきたいと思いますって、この質問を見つけてからこの動画見直したわけ、編集が終わった。この質問なんかよくわかんない答えやってる、この質問よくわかんない答えやってるって、もうめちゃくちゃ質問を消しまくって、あの10分ぐらいの動画になったので今から何十個も答えるかな。はい、よろしくお願いします。はい、好きな人と DM で会話が弾まなくてずっとしりとりをしているということなんですけれども、会話が弾むことよりも素晴らしいことだと思います。うん、会話が弾まないなと本気で悩んでるんだろうけど、あのしりとりすることとかないんで、普通に考えて、ごめんなさいね、正直言わせて、つまらないじゃないですか、しりとりって。このようにする存在するゲームの中で一番つまらないっていうか、マジで話題ないじゃんと、これやばいディスになってる、でもマジで話題ないじゃんって時に本当に消去法としてやる。でも対面の時に限るというか、それわざわざ DM とかLINE でしないじゃないですか。あの世界ってつまらない遊びだから、だからそれをわざわざしてまで喋りたいっていうことですよ、相手の人は。だから会話が弾んでいることよりもなんか脈を感じるというか、むしろいいと思います。はい、次、同棲する上で譲れないことは何ですか。私は睡眠の邪魔をされたくないですってことなんですけれども、私は本当に好き放題生活をしていて、一人暮らし期間も長いんですね。だから結構自分時間が確立されているから、なんだろうと考えてるんだけど、深夜のご飯とかそういうのほっといてほしいなーと思いますね。みんながさあ寝ようってなってる時にいきなり吉野家を頼んだりするんですよ、私も。だからそういう深夜のご飯タイムとかデザートタイムとかにちょっとでも繰り出されたら嫌だなーと思う。それぐらいです。はい、次に、ひよごはどのくらいの頻度で毎日彼氏と LINE してる中ですかっていうことなんですけれども、私と彼氏は別に返信速度お互い早くありません。彼氏は日中ずっと仕事をしているから、まあちょこちょこぐらいで、私もふざけた生活、仕事してたりとか、まあ、マロマと遊んでたりとか、まあ、いろんなことスイッチしたりとか、ご飯食べたりとか、いろんなことやってるので、あんまりお互いそんな日中わーって返信したりとかはしません。ただ、夜は基本毎日電話してます。はい、次、ひよごは彼氏と好みが正反対？ガチ？っていうことなんですけども、これがね、正反対です、結構。音楽の好みも違うし、食の好みも違うし、服はおしゃれだなと思うし、彼氏の服装すごい好きなんだけど、でも多分好みっていうか着る服装の種類は違うのかなと思う。まあ、お互い古着が好きだからそういうとこは合ってるんだけど、違うような気がする。正反対なんだけど、お互い多分それに対して何とも思ってないというか、お互いのそれを尊重し合えるから別に何ともないっていう感じ。ていうか、むしろひよごは自分が知らない世界をたくさん知らせていただいて、彼氏さんにすごく刺激をいただいております。はい、次に、遠距離のコツはっていうことなんですけれども、これさ、やっぱ遠距離しんどいなと思う時ももちろんあるんですよ。会いたい時にすぐに会えないし、まあ、見たい時に見れないし、まあ、そういうのあるんだけど、なんかね、遠距離だからこそうまくいくみたいな部分も私はあるのかなと思っていて、まあ、恋愛だからね、いい距離感とかいう言葉私あんま使いたくないんだけれども、でも本当にね、なんかいい距離感になれるというか、いやさ、多分近くにいたら余計に気になっちゃうと思うんですよ。今何してるんだろう、今誰といるんだろう、今どこにいるんだろうとか、そういうの気になるけど、なんかもう遠距離だから、うーん、ね、ちょっと嫌ねからすると半分諦めがつくというか、まあどこにいてもわからないし、誰といてもあんまわかんないし、何してても、まあ、みたいなところがある。まあ、だから基本的に彼氏のことを絶対的に信頼しているから、別に何しようと構わないんだけど、近くにいたら余計に気になっちゃう部分が、離れてるからこそあんまりノータッチで済むみたいなところがあるので、遠距離のコツというより遠距離だからこそいいみたいなところもあるかなと今ね思います。はい、ひろこちゃんは絵が描けますか？描けません。豚ゴリラみたいな絵しか描けません。好きな子が何してても可愛いになってしまうくらい好きです。過去殺人とかは可愛くないです。どうしよう。この格好書きいりません。
うん、殺人とかは可愛くないです。当たり前です。そんなこと言われなくてもわかります。はい、次、モンゴルに帰る予定とかってあるんですか。すいません、私のこと朝青龍さんかなんかだと思ってますか。日本生まれですけど。はい、次、相手の尊敬できるところはたくさんあるのに私には何もないってこと。言わないでそのようなことっていう話なんだけどさ、声でかくない？ごめんなさい、なんかいつもテンション上がって声でかくなっちゃって、ごめんなさーい。言わないでくださいね、そのようなことを。でもこういう風に思っちゃう気持ちはわかる。っていうか素敵ですね、本当に彼氏のことをリスペクトしているんだっていう感じ。リスペクトする気持ちが大きすぎて私なんてと思っちゃうぐらいリスペクトしてるってことですよ、彼氏のことを。まずその気持ちは素敵だなと思います、4豆。なんだけれども、なんか一個私的に思うことがあって、あなたが選んだ、あなたが尊敬できる、あなたが大好きな彼氏が選んだ人があなたなんですよ。だから、その彼氏の選択も尊重してほしいというか、うん、そこは否定しないでほしいなと思う。あなたが大好きで、あなたが信頼していて、あなたが尊敬している彼氏が、取った選択なんですよ。あなたというね。だからあなたにもきっと素敵なところがあるんです。自分で自覚がなくったって、やっぱ自分にはないものキラキラして見えるじゃないですか。隣の人は青く見えるとか言いますけど、やっぱ自分にはないものを持ってる人を魅力的に感じるみたいなところもあるでしょ。だから彼氏も同じこと思ってるかもしれない。彼女に尊敬できるとこいっぱいあるのに僕には何もないなってもしかしたら思ってるかもしれない。でもそれを言われたらあなたはどうですか。いやいや、あなたに尊敬できるとこあって思って大好きです。なんでしょ、そんなこと言わないで。多分彼氏も同じことを思うんです。はい、だから安心してくださいって、まあ別に誰って感じだけど、まああなたは大好きな彼氏が選んだあなたなので自信を持っていいと思います。次、彼氏さんと行きたいとこ、やりたいことは何ですかっていう話なんですけど、まずやりたいことは富士山を登りたいです。あ、これはもっとバーサーになってからでいいかなとか、もう体力がなさすぎるから無理だなって今のところ思ってるんだけれども、まあ近所の山登っただけでぜぜぜぜいて、なんで登り始めてしまったんだろうって本当に後悔して涙が出て、おえつするぐらい体力がないので、今は無理だなって感じだけど、まあ、いつか富士山登ってみたいなと思います。行きたいところは、ディズニーランドディズニーランドに行きたいです。私、彼氏とディズニーランドに行くのがずっと夢で、だからディズニーランド、可愛い耳つけてさ、いっぱいご飯食べて、楽しみたい。ああ、ディズニーランドに行きたいです。はい、次、頭を骨折して入院中なんだけど、男の看護師さんに惚れそう。もう良かったです。うん。もう最初これ見たらびっくりしたんですよ。頭を骨折してと思って、ヒヤヒヤしながら読んだの、これ。やばいやばい、もう恋愛相談の募集とかする場合じゃなかったかも、と思って。やばいやばいと思ったら、男の看護師さんに惚れそう。良かったです。頭の骨を折っても、男の看護師さんが惚れる余裕があると。もうよかった。健康そうで本当に安心しました。ご自愛ください。はい、次。キニピにお母さんみたいって言われた。これたまらん。私トラウマなんですよ。結構好きな人にお母さんみたいだねとか言われることがあったの昔。でもさ、お母さんってこの世に存在する女の人で一番色気を感じない存在じゃないですか。いや、わかんない。ちょっと、いやー、やばい、わからない。ちょっといや、おかしいな。いや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 、ちょっといや、良くない人たちは、強く感じることもあるかもしれないけど、なんかそういうジャンルもあるから、ちょっと、いやいやいや、やめて。もうそういうこともあるかもしれないけど、まあ基本的に考え、普通に考えれば、おばあちゃん、そういう身内の女性って一番色気を感じないでしょ。だからそういう言われるのがすっごい嫌だったのね。あたし。だから何？いや、嫌だった。だからこれ、お母さんみたいって言われた。え、これ、ビッグマックスだから嬉しかったのかな？うわ、どういうことなんだろう。でも、母性を感じる、安心感があるっていう意味でも使われると思うから、100% 色気を感じてないっていうことではないと思う。し、私、彼氏に言われたことあるかも、一回。よりって、お母さんみたいだねみたいな。言われたことある気がする。まあ、世話焼きの人はそう言われるんでしょうね。はい。はい、次。日焼け止めを毎日塗っているんですが、効果がありません。いい日焼け止めとかありますか？すいません。さっきからっていうか、もう序盤の方から、全然恋愛質問相談じゃないのに答えてるんですけど、この人って思ってるよね。思っていてもらわないと困るんだけど、今更話しますね。なんか私の質問募集の仕方がちょっと悪かったのか、普通の質問と相談がいっぱい来ちゃって、で、ストーリー2個目出したの。すいません。このさっきのストーリーは恋愛質問相談なので、恋愛質問相談でお願いします、みたいな。
そしたらそっから、あ、ごめんなさい、恋愛だったんだ、って感じで恋愛の質問がバーって増えたんだけど、私の質問の、なんかその、募集の書き方のせいで、勘違いしたピグメちゃんたちが普通の質問をしてくれてるので、普通の質問に答えてるって感じです。時たま。あの、妨害ならない程度に、恋愛相談の。はい。で、日焼け止めですけど、知らないです！うん。私は毎年毎年日焼け止め塗ってるんですけど、黒焦げになるので、あの、わかりました。こっち教えてほしいなって。もうアメリカのサンブロックって最強じゃないですか。SPF100 あるでしょ。なんか前、世界仰天ニュースで、ビーチでなんか日焼けしてて、こう寝てた女性が、サングラスが外れちゃって、サングラスがここの部分だけ日焼け止め塗ってなかったから、もう、やけどになっちゃった、目が開かなくて緊急搬送されたみたいなやつだし、トラウマってずっと覚えてるんだけど、どんな日差しみたいな。太陽がどの、なんでその近くにあるのとかいろいろ考えちゃって、だからそれ、印象的で覚えてるんだけど、もうアメリカの SPF100 ぐらいの日焼け止めを輸入したらいいんじゃないでしょうか。はい、次、村長がヤクザだったら、村長はどんなデートをしますか？村長ビッグラブブブブブブっていう。何このキモい質問。めっちゃウケるんですけど、彼氏がヤクザだったら、やっさん。ねえ、やめてください。竜が如くじゃないんだから。まあ、彼氏ヤクザだったら、どんなデートをしたいか？あの、デートしたくないし、あの、付き合いたくもないですけれども、まあ、そんなこと言ったわ。始まらないぞってことで、まあ、中華街とかいいんじゃないですか。なんか、そういうイメージあるじゃん。竜が如くとか、そういう、極道系、なんか、中華料理とかよく出てくるじゃん。中華料理屋さんよく話してる人、話してる人、会議を。なんか、横浜の中華街とかですかね。なんなの、この質問。はい、次。別れて1年経つ元彼の服が捨てられないんやけど、どうしたらいいかな、わら。今更なんか言われないか心配。あの、捨ててください。うん。1年放置してる、あっち側の方がおかしいので、それなんかとにかく言うと、お前 1年も放置してて、今更いるふざけんじゃねえぞっていう話になりますから、最後までダサいこと言うんじゃないよっていうことで、1年放置してる相手が悪いから捨ててください。はい、次、村長が友達とか恋愛でもこの人好きだなって気づくきっかけ、瞬間を教えてほしいですっていうことなんだけれども、まあ、友達はね、なんだろう。あんまりないかも。これと言ってなんか、うわ、この人大好きだと思う瞬間みたいなの、あんまりない気がするけど、恋愛は、これ明確にあってですね、相談事とか悩み事を打ち明けてくれた時に、一気に私は心を開きます。バーンと。で、私が好きなタイプって、なんかもしかしたら さっき話してるかもしれないけど、あんまり弱みを見せない人が好きなんですよね。だからこそ、質問じゃねえ。なんか相談とか悩み事とかをこう話してくれた時、弱みを見せてくれた時に、すごく、うわー好きってなります。はい、次、ひよこちゃん、ポッドキャストとか始めてほしいです。これも、始めるべきだなと思いましたね、これを見て。だからさ、自分の表情とか気になるわけよ、動画撮ってる時に。わー、だから表情もしかしたら売りなのかもしれないけど、なんかもう、ラジオとかだったら一生喋れるかもしれないと思って。で、なんか、やってみようかなと思って調べたんだけど、めんどくさそうになったので、やりません。なんでそら。はい、次、村長の彼氏って UP マンですか？ UP マンなわけが、ないだろう！UP マンにも怒られそう。言われたんだよね。てかこれ、この間対面かなんかで。ひよこちゃんの彼氏って、UP マンなのみたいな。てか、この間 YouTube のコメントにも来たし、ひよこちゃんの彼氏って UP マンですかみたいな。とか、インスタとかに。あ、これが噂の彼氏さんですが、違いますのでね。うん。私に迷惑じゃなくて、UP マンに迷惑がかかりますから、勘弁してくださいね。あっちも、ありえないと思ってるし、こっちも、ほんまに、ラブ。ありえないと思っていますから。別に考えてみてよ。PK、アップル、カッパ、めちゃくちゃ可愛いよ、本当に。あんなのが普通に街歩いとってみ？びっくりするか、本当に。どこの誰なのって思うから。やめろ、マロン。そのような攻撃的態度だし。あんなね、絶世の美女が窓内にいながら、あいつは何もなびかない。だからね、すごく壁が分厚い男となっておりますので、私には立ち打ちできません。ということで、UP マンではございません。一般の方とお付き合いさせていただいております。以上でした。それでは戻ります。どうぞ。さあ、ここからね、カレピの質問やっていきたいと思いますよ。カレピのどこが好きですかって話なんですけれども。恥ずかしい。これ、見られるかな？一回見られても言ってるので、別に本人に。ちょっと待って、身だしなみを整えなきゃ。やほー。彼氏のどこが好き？いっぱいありますけど、なんだろう。優しいとこも好きだし、面白いとこも好きだし、おしゃれなとこも好きだし、かっこいいとこも好きだし。いろんな
なとこが好きですよ。優しいとこも好きだし、面白いとこも好きだし、おしゃれなとこも好きだし、かっこいいとこも好きだし、ご飯をよく食べるとこも好きだし、うん。うん。でも一番好きなところは、やっぱりね、皆さんご存知の通り、私っていうのは化け物なんですね。YouTube でもそうだし、多分リアルの世界でも、普通ではないと思うんですよ。まあ、癖もあるだろうし、なんだけど、なんかね、全部受け止めてくれるというか、もう本当にびっくりしてるんだけど、めんどくさい一面もあるし、私って。一回バットに入ったらすごいバットに入るし、なんかそういうのもね、嫌なのかもしれない。本人嫌なのかもしれないけど、嫌な顔せず、ちゃんと向き合って受け止めてくれる、なんかいいよ、いいよって、いいよ、いいよじゃないけど、うんうんって受け止めてくれるところ、心が広いところがとっても好きです。ちょっと待って、ちょっと私の彼氏の質問にやっていこうと思って、16歳と26歳の恋愛ってどう思いますか？これはね、年の差は全然いいと思うんですね。10個年の差があることについて私は今からとにかく言うわけではないんですけども、16歳って高校1年生だよね。さすがに高校生に手を出す私の、しかも1個上ってことでしょ。いやいや、自分と同い年、同級生のやつが高校1年生に手を出そうとしたら、私は止める。さすがに。お前、正気って言うから、その、年の差とかではなくって、あんまりよろしく、いや、どうそれ。どっち側か知らないですけど、この質問者さんが。26歳の方なのか、16歳の方なのかわかりませんけど、未成年に、手を出す大人、どうなんだろう。いや、私の友達がそうしようとしてたら止めるかなっていう。私から言えることはここまでです。めいっ子5歳相手にオセロをすることになったんですが、大人の本気を見せてもいいですか？どうぞ。日和の好きな人、象のタイプは、ちょ、何言ってるかわかんないんですけど、多分、私の好きな人のタイプ。どういうことなんだろう？私のタイプの人、それとも、私の彼氏がどういうタイプの人なのか、聞いてるのか分からないんですけど、日和の好きな人、象のタイプは、それかもしくは、私の好きな象さん、人は象さんでしょ？その象のタイプは知るかって話ですよね。ちょっと分かんないんだけど、私のタイプの人の聞いてるのかな？どっちも答えますね。私の好きなタイプは、いやー、これね、なんて答えても後から後悔するんだろうね。いや、そうじゃねえだろって思いそうなんだけど、今思いつくことを言っていくと、まず面白いでしょう。で、空気が読める。もうね、空気が読めるが一番大事かもしれないなと思うんだけど、まあ、面白い、空気が読める。で、あと、人に、なんだろう、弱ってるところを見せない人っていうんですかね。誰でもかんでも構わず、まあ、その人あんまいないかもしれないけど、でも、弱ってるところがあんまり想像できない人がすごく好きで、うん。そういう人が自分に相談してくれたときに、結構、ブワーって私は好きになる。うん。なんかこう、自立してるじゃないけど、人に弱みを見せないような人がすごくタイプかなぁ、と思いますね。で、あと皆まで言わない人。なんか、聞かれた以上のことを答えないような人がすごく好きで、私は皆まで言っちゃうタイプなので、そういう人にすごく興味を持つし、そういう人がタイプです。で、私の彼氏のタイプ、どういうタイプか。いや、わかんないな。サイコパスっていう。サイコパス、優しい。サイコパスですね。はい。彼氏がひよごみたいで、かっこいいで、大好きで、彼氏が私みたいな男、存在してる。だから、めっちゃ嬉しいんだけど。私のことをかっこいいって言ってくれるんだ。嬉しい。なんか私みたいな男がいると思ったらちょっと不気味だなと思っちゃったけど、ありがとうございます。カレピになんて呼ばれてるのーんっていうことなんだけれども、これ言っていいのかな。怒られたりしないよね、みんなに言わないでよみたいな。私はたぬきちゃんとか、たぬきとか、まあ名前で呼んだりとか、ママって呼んだりしてる。ママが多いかな。ママママーってずっと言ってるんだけど、私は、まあ、日和、あと、ラバー、あと、なんか意味わかんない、ストロベリーガールとかたまに言われるのと、
なんかなんとかお姉さんって呼ばれたりなんか前お母さんの化粧品とか言われてお母さんの化粧品ただいまみたいなでもよくわかんないですね。まあでもと、まあでも名前が多いかなと思います。私はママって呼んでる、ずっとママーママーって家にいる時用がなくてもずっとママーママーとか言って相手ははーい何ってずっと優しいよね何の用もないのにずっと呼んでるんだよ私。ママーはーいママー何ママー何やーとか言ってい, やーいいね、今の彼氏を好きになったきっかけ。いやーいっぱいあるんですけど、なんかまず私が彼氏を知ったきっかけ、これ話したよね、多分付き合ったっていう報告動画で。彼氏が幼馴染のストーリーに出てきてて、かっこいい人だなーと思ってたんですよね。でそれとたまたま会って、あのそこから連絡交換して好きになったんだけど、え、なんだろう、好きになった瞬間みたいなのは明確には覚えていないんだけれども、まあ、とにかくちょっと変わった子ではあったんですよね。で、まあその変わった人私すごく好きだから、まあ気になるなってずっと思ってはいたんだけれども、でまだ付き合ってない時になんかデート焼肉食べに行ったんだけどその時になんかキムチ好きだからキムチ頼んで、大丈夫、彼氏はあの辛いの食べれないのね。でもなんかキムチが減ってたから明らかに、え、キムチ食べたって聞いたよ彼氏に。その時は彼氏じゃないけど、その、キムチ食べた?みたいな聞いたら、何も言わずにこっち向いて、あ、で、口開けて口の中を見せてきたの、キムチがいっぱいでめちゃめちゃになって。そこで、こいつしかいないと思って、私そういう人大好きなんですよ。なんかその、汚いとこ平気で見せてきたりとか、全く気を使ってこないような人が大好きで、その、口の中見せた時にはたまんねえなって、思った。まあでもそもそも私はかっこいいってずっと思ってたので会うたびにかっこいいなーと思っていたけど、キムチ、口の中ぐちゃぐちゃしたキムチを見せられたのが本当にあの好きになったきっかけなのかもしれないです。はい、いいね、最近の緊急エピ。いやーいいですね、これ私のさ恋バナできるの本当です。みんな つまらなくないですかね、大丈夫ですか。つまらない人はもう私多分これから自分の話ばっかりして、はい、そのようなことになると思うので、のやばい駄菓子選手権とか見ててください最近の緊急エピがあります。これ実はちゃんとあるんですね。なんかこれ妹にも話したんだけど、本当にキュンとしたから、なんかやばー、前髪がクリンクリンになり始めた。なんかあの中華料理を食べてたんですよで、こうめちゃくちゃ喋ってて、で、その中華料理を食べる前日に、まぁ、ちょっと話し上がったんですね、それこそ。で、その話を私がしてたの。なんとかね、まぁ、なんとかなんかするから、とか言って、うわーって私が、うわーやばい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 って喋ってたら、彼氏が、うんうんって聞きながら、こうやって手をこっちやって、紙ナプキンを取り、で、私が、ちょっと、わらが長いとこだ、なんとかって喋ってるところに、こうやって、うんうんって話聞きながら、私の口をこうやって、両方拭いてくれたの。紙ナプキンでこうやって。多分なんかついてたのよね。で、それを、話を聞きながら、うんうん、うん、うん、って何もない感じでこうやって吹いてきて、私は吹かれてる間もずっと喋ってんの。なんとかね、わかんないよ、なんとかの、黙れよって話してで、その、なんとかね、なんとかの、なんとかの、って、口を、何にも言わずにスマートに吹いて、ただそれをまたぐちゃぐちゃってして、そこに置いて、うんうんってまた話を聞き始める。あのスマートな、あの対応に、おーってキュンキュンした。本人にはこれ言ってないけど、ね、かっこいいってその時思いましたね。はい外で歌うのやめてって言ってもやめてくれません。助けて、ゾウさん。もうこれは相手をビビらせるしかないです、正直。私ね、本当に歌歌うんですよ。それがスーパーであろうとどこであろうと、結構しかも大きい声で歌っちゃう時があるんですね。うん、TP を考えますよ。さすがに歌っちゃいけないところで歌わないけど、結構歌うのよ。一人、道にいる時とか、家族で道歩いてる時とかも、なんとかだねーえーとか言って歌うんですね。駐車場で、立中とかでも、なんか、お前のこと好きだぜ、ベイビーとか、自分本当に歌うんですよ、大声で。多分妹が本気で嫌がるの。マジでやめて、もう恥ずかしい恥ずかしいとか言ってめっちゃ距離取られたりするんだけど、何が恥ずかしいんだよ、とか思うんだけど、それこそ、
私の会社歌います、はい歌うんですよ。それで私いつもやめろって言ってるんだけど、そこで初めて気づいた、あこんな感じなんだって。だから歌ってやるしかないね、彼氏の前で。もうその歌い出しました、例えばその人が何がずっと好きだったんだぜとか言ったら、その何十倍、ちょっとすいません、メインの iPhone の充電が切れたので、画角も変わってあれなんですけど、ちょっと見て、死亡したつかなくなりました、ありえない。ちょっとこっちに行きますね。だからもう何十倍の音量で歌ってやる、その場でずっと好きだったんだぜみたいな感じで歌ってやめてやめてって言わせるような音量で歌ってやるしかない。もう同じ思いをさせないと気づかないんですよ、そういうアンポンタンは。まあ私なんですけど、なんで、まあ、ちょっと自分よりでかい声で歌って、いかに隣の人が歌うことが恥ずかしいかを分からせてあげる。それでも本当に、やめてとか言ってこない、恥ずかしがってこなかったら、もう天性のものですので、それは。本当に人前で歌うこととかそういうのが恥ずかしくないっていう人だから、諦めるしかないですね。以上です。最後、くださいということで、無理ですという話で、はい、終わらせていただきます。皆さん、たくさんの質問と相談ありがとうございました。前半自分は何喋ってるか、分からなかったというか、記憶があんまりないんですけど、はい、まあ、ちょっと普段の動画で彼氏のことをお話しするのがちょっとなんか勇気がいるじゃないですけど、あんまりお話できないので、うん、この動画でなんかちょっとお話できて嬉しかったです。ピコメちゃんどうでしたか？なんかね、たまに私があまりにも彼氏のことを話さなさすぎて、最近どうなん、順調ですかみたいな気にしてくれるピコメちゃんがいるんですけれども、すごく順調で大好きです。多分ラブラブです、ちゃんと分からないけど、はい。というわけで、皆さん、今日もご動画を視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。アニョン！早く寝ろー！早く寝ろよ。ありえないことになってる。